埼玉県の魔を呼び捨て希望ということで、ありがちたいちゃんですね。私のありがちなこと、写真や動画の最後でグッとポーズしがち。先日ある動画にたいちゃんが出ていて、たいちゃん最後グッとポーズしそうだなと思っていたら本当にしたので、私が思ってる以上にたいちゃんのグッとポーズを見てきたんだなと思いました。お気に入りなんですかということで、まあ想像ね、皆さんも想像できるように、その親指を立ててね、グッとっていう、なんだろうな、別にまあ気に入ってるわけじゃないですね気に入ってるわけじゃないですけど、なんか何もしない棒立ちもあれだし、なんかしてくださいって言われるじゃないですか。棒立ち取ってもその後にピースのやつお願いしますとか、ガッツポーズお願いしますとか、ポーズありお願いしますって言われるんで、それだったら最初にポーズしといた方が、でもなんかピースって感じでもないしっていう感じでグッとしてるんですよね。はい、だからすごい気に入ってるってわけでもないですねでも何かしないといけない。逆になんかありますかね、なんかおすすめっていうか、うん、なんか自分に合いそうな、等身大の自分に合いそうな、うん、なんか、あ、なんかやってるなって、ちょっと募集しましょう。等身大のポーズ。うん。なんかこういうの、これやってね、これやったら可愛いとか、可愛いは求めてないんで。なんだろう。不愛想に見えない、やりすぎず、やらなすぎずのポーズ。なんとかその場を免れることのできるポーズ。あ、この番組ツイッターで写真も見れるんですね。あ、じゃあ写真でポーズをやっていただいて、で、そうなるとこう、自撮りになるわけでしょ？ねえ、きっと違うのかな。まあ顔は入れないにしても自分でポーズとかあったね。これ自撮りもやだな。お願いしときながらなんかどういう顔してるか分かんなくない、自撮りって。100歩譲って後ろの景色も込みで自撮りだったらまだ分かるけど、俺さ、自撮りっていうなんかね、ないんだよね。その、分かる、ファンの皆さん分かると思う。あの人自撮りしないなっていう。アイドルはもっと積極的に自撮りすべきだよねって思う。わかるわかる。何言ってんだはわかる。それはわかるよ。でもちょっとなんかね、何の自撮り、顔引きつるよね。でも番組のアンケートとかでたまにあるんですよ。その、例えば年末とか、出させていただいた時に、今年1年間で、なんか行ってよかった場所とかで、プライベート、仕事じゃなくてプライベートって、で、自分込みの写真をくださいと。ねえと。いや、景色を撮ることあるよ。旅行行って景色綺麗だな、撮る。まあ、食事も撮ることも、まあ、たまにある。で、あと、ちょっと、じゃあ友達と行ったら、ちょっとみんな写真撮ろうか、とかもある。でも友達込みはダメでしょ、だってさ。そうなるとさ、自撮りの景色込みのって、もうほんとないんだよね。めっちゃ遡ったけどなくて、本当にすいません、ありませんってアンケート書いてたんだけど、ないんだよね。まあでも自撮りした方がいいよね、アイドルはちゃんとね。うん、もう言っとく、身近なアイドルに自撮りした方がいいよって、ファン待ってるよって。うん、俺はちゃんと言うから、言う係ね。うん、ちゃんと言っといてあげるから。さあ、キスマイレディオ始まります。こんばんは、キスマイフット2の藤ヶ谷太輔です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、今夜は藤ヶ谷太輔のソロラジオをお送りしております。さあ、先週はね、イレギュラーな形で横尾渉のソロラジオをお送りしましたけども、改めて元々の順番に戻って、私が2週間担当するわけなんですけども、久々ですよね、文化放送でのソロラジオっていうのは。なんか聞いたところによると、2020年のステイホームの時に自分の家で録音したんですよね。あれ覚えてるわ。なんか俺ヨックモック食べましたもんね大好きなヨックモックを缶から開けてみたいな、やったよねASMR、 あれもさ、めっちゃ流行ったよね。そうや、そう、 ASMR って言ってたわ、食べ物のね。あれももう今流行ってないでしょ。全然わかんないね、そういうのね。うん、なんかそれが流行ってるからやろうってことじゃなくて、なんか家っぽい感じ、どうやったらなんか出せるかなって、スタジオじゃなく家って、なんか家にあるもの、常にあるもの、あ、ヨックモックやと思って。ヨックモック最近食べてないな。あのさ、去年だけど、
セタパブで野鴨という舞台をやらせていただいて、こうまあ来てくださった、まあ、関係者の方々にこうまあ差し入れをいただけたんですけど、俺フルーツとシャインマスカットが好きで、でそれもまあいろんなとこ言ってるから、シャインマスカットを持ってきてくださる方たちか、ヨックモックを持ってきてくださる方たちに大体分かれるのよ。一時期ね、俺の楽屋にね、よくもく、500本ぐらいあったよ。小さなお店できると思って、セタバブの前でやろうかな、みたいな。あったよくもく、それ以来か。懐かしいね、なんかね。さあ、私の次に担当するのが、横渡る宮田俊也の、ということで、ソロラジオ宛てのメールもお待ちしております。さあ、最近のね、ちょっと私の、まあ、お仕事なんかをね、お話ししたいと思いますけども、ラビットさんに出させていただきまして、ベイさんと一緒に。いや、面白かったですね。2時間生放送。2時間生放送に出るっていう機会もなかなかないですし、なんかラビットの番組が始まった時ぐらいからずっとベイさんがあの番組おもろいや、つって出たいわ、ってずっと、なんかおっしゃってたんですよね。それで、まあ念願というか、かなって、出演させていただいたんですけど、あれ8時から2時間じゃないですか、10時までの。もうね、ベイさんね、9時15分ぐらいからね、もう、うとうとしだして、あれこれちょっと怪しいなと思いながらも、まあでもあんまりね、こっちから言うもんでもないし、と思いながら、まあ、朝も早いしね。したらなんか、ゲームコーナーやる前の CM 行った時ぐらいかな、急にベイさんがさ、俺に顔近づけてきてさ、耳元で、なんか言うのかなって、遂行してくれとかさ、なんか、こうあったら、なんかこういう流れにしてくれとか、なんか言うのかなと思ったら耳元来てさ、ごっつ眠いわ。いや、素敵だよね。なんか飾らない、やっぱ飾らないっていいなってね、ベイさんにね、会うたびなんか思うな。なんか飾らない、なんか人間力っていうか、愛され力っていうか。で、ご自分でも最後生放送の最後言ってましたもんね。めちゃめちゃ眠いって。いや、なんかそのキャラクターってすごいですよね。それが終わって今ラジオを切って、でこっからだから戻っ TBS 戻って A スタジオプラスの収録なんですよ。多分ベースさん多分 うとうとしてても夕方俺も夕方危ういと思うな。しっかりちょっと目覚ましていきたいと思いますね。まああとはですね、まあ映画そして僕は途方に暮れるが公開中というのと、あとテレビ朝日系で放送中のドラマハマる男に蹴りたい女、このまあ2つをやらせていただいてますね。全く違う役柄、キャラクターで、いやー、どうだろうね。ラブコメって、本当に僕11年ぶりって言ってました。なんかこれ、本当にね、なんだろう。避けてたわけじゃなくて、単純に来なかったですね。やっぱ重い役、いつも来ますよ。いや、それ俺はすごく嬉しいの。なんか、ジャニーズがやらなさそうな役とか、やってなさそうなところに、こう、なんか風穴開けていくっていうか、そっちの路線で、まあ、しっかり勝負していく。っていう方も好きなんですけど、なんか純愛見たいですとかラブコメ見たいですってお声いただきますけど、その誤解しないでいただきたいんですけど、僕がその断ってるわけじゃなくて、もう単純に全く来ないですよ。はい、それは俺だって純愛やりたいよね。いや本当楽しいよね。怪しいよね、これだけ言うのって逆に怪しいよね。やりたいですね。なんか重いのもやりたいし、なんか毎回やっぱ違う役やりたいですね。で、こんな表情あったんだ。で、やっぱ、ある方にとっては、自分の芝居を見るのが一本目になる方もいらっしゃるし、多分そのグループのイメージとか、例えば A スタジオプラスのイメージとかある中でお芝居っていうのを初めて見る方がもうほんとたくさんいるっていうのはもう自分の中で理解してることなので、なんかそこになんか挑戦していきたいな。毎回違うっていう。なんかどの役やってもやっぱ爽やかだね、とかってちょっと自分はまあ求めてる、世界ではないなっていう。だからこれから、今年もね、どういう、もしお芝居のお話とかがあったら、どういう役が自分に舞い込んでくるのか、っていうのと、まあ、あとはね、もうなんか、待ってるだけじゃダメだなと思って。なんか自分からやっぱり、取りに行くっていう。やりたい役、挑戦したい作品を自分からこう仕掛けに行く、取りに行くっていうことも、これが大事だなっていうふうには思ってますね。さあ、今夜も最後までよろしくお願いします。それではここで一曲です。キスマイフット。
そしてキスマイフット2の藤ヶ谷太輔です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージのお時間なんですが、その前に先々週の玉森さんからのメッセージということでね、まあ、リレー形式でメッセージに答えていくということで、玉からのメッセージはですね、クリスマスイブとクリスマス何してましたかとのことですけど、あのドラマ撮ってましたね。うん、でドラマ撮影してて、でちょうどまあ結構ねスケジュールもほらなんとなく出るけど、確定するのって意外にギリギリだったりするんですよ。だからクリスマスとかそこの付近撮影だってなって、でまあ我々もそうですけど、やっぱスタッフの皆さんもそのクリスマスをねある意味まあ返上して、うん、撮影してるわけですから、なんか少しでもチームでクリスマス味わいたいなと思って、で、あの、いろいろこう、自分でも調べたり、で、メントさんチームにもこう、絡めて、いろいろリサーチしていただき、なんかこうね、あの、キッチンカーで、なんか、ザ・クリスマスみたいな、その、チキンのセットないかなっていうんで、でもね、スケジュール決まったのが結構ギリギリで、なんか間に合わないかどうかっていう感じになったけど、でも、あの来てくださって、だからスタッフさんと自分が差し入れを入れて、そのキッチンカー、うん、キッチンカーでチキンをね、アメリカンチキンを、みんなクリスマス気分をねちょっと味わいながら、うん、過ごしましたよ。面白かった。そのなんかいつもだいたい差し入れね、あの入れさせていただくと、なんかこう、まあ、座長ごちそうさまでしたみたいな、そのごちそうさまでしたにこうメリークリスマスって返すっていう、なんかその流れができて、そうすると他のスタッフさんが、もう年またいでもよ、次のクリスマスプレゼントいつですかねとか、いやもちろん考えてますよつって、ちょうど明日ね、まあ放送日からしたらちょっとずれちゃうけど、明日ねもう一個ちょっと知り合いのね、あのポテト屋さんがあって、そこのポストめちゃめちゃ美味しいのよ。でそこのちょっと知り合いにお願いして、ちょうど明日も入れますよ。なんか楽しみ、こうやってみんなでね、やっぱり撮影は大変だけど寒いしね、なんかそういう思い出を一個一個こうなんか作ってるって感じですね。うん、そんなクリスマスだったかな。こいつさ、俺花粉症っぽいんだよね。わかんないけど、なんか鼻声だよね。なんか花粉症だと自分で思ってるけど、なんかぶっちゃけ言うとさ、そのテレビとかでもきっとドラマとかも途中鼻声になってる箇所あるかもしんない。うん、でも全然元気でーす。すいません、時間がいっぱいになってしまいました。終了です。すいません、メール来週読みますね。これもうおしまい。これすごいね。何の話してたの。ありがちしか読んでないぐらい。あ、なるほど。はい、ということで、終了でございます。さあ、文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ、ここでキスマイフット2からのお知らせです。キスマイフット2のライブ DVD& ブルーレイ、キスマイフットに会えるでしょう2022 in ドームが3月1日に発売となります。お願いします。そして私、藤ヶ谷太輔主演のドラマ、テレビ朝日系推しドラサタデー、ハマる男に蹴りたい女が毎週土曜夜11時からオンエア中です。主題歌はキスマイフット2の新曲レモンパイです。ぜひチェックしてください。そして藤ヶ谷太輔主演の映画、そして僕は途方に暮れるが現在公開中です。ぜひぜひ映画館に足をお運びください。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは kiss@joqr.net kis@joqr.net。 さあ、お別れのお時間ということで、一枚ってなかなかでしたね。何の話したのかな。なんかタラ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 喋ったら終わっちゃいましたね。さあ、来週も私、藤ヶ谷太輔ソロラジオをお送りします。もうね、来週はね、もう20枚読みますから。本当にすみませんね。さあ、文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしてまいりました。キスマイレディオ。それではまた来週水曜深夜12時過ぎにお会いしましょう。バイバイ。藤ヶ谷君、ありがとうございます。